今日は先生の方から、なんか仕事に関するお話をしていただくという、ことで、ちょっとどのようなお話になるか、僕も大変楽しみにしているんですけど。そうですね。質疑応答だけですと、なかなか前進が難しいので、いろいろ考えましてね、この幸せ砂時計を聞いておられる方が、少しずつで仕事にも関前するお進を話しをて、いただくという3年ぐらい経ちまして、4回と思ってたんですけども、どうもちょっとそこまでいかないので、いろいろ小崎さんとも相談しまして、幸せ砂時計でいろいろブログをですね、科学教室だとか逆転講座というようなものを始めまして、そちらの方も少し参考になさってですね、それからこの、肉声でやっぱりやるのは少しこう、影響が違うので、何かの小さなトピックスを選んでですね、お話をしたいと思います。今日は仕事ということで非常に簡単な、もう非常に簡単なものなんですが、多くの方が錯覚に陥ってるものでもあるんですね。ですからそこのところをちょっと今日はお話をして、ここに参加されている方は多分レベルから言ってもう克服されている可能性があるんですが、若い人なんかでよくこのトリックに、ハマってしまう人がいるので、それでお話をしたいと思います。最近ですね、そのヨーロッパの影響がありまして、仕事はなんかお金を稼ぐためとか、自己実現。自分としてこういう仕事をしたいと。その仕事がなかなか見つからないっていうんで悩んでる人が多いんですね。特に私なんか大学でしたから、大学の学生がですね、自分のやりたい仕事が見つからないとか、それから就職してしばらく経ってですね、どうしても今の仕事は自分に合ってないんだとか、それからなんかこう、ズレを感じるといった話が随分多いんですね。で、これは優しい問題なんですけども、それでもやっぱり今の日本人つったらちょっと批判的でよくないんですけれども、こう構造をですね、いつも小崎さんに言うんですけども、幸せになろうと思うときは幸せの構造が分かんなきゃいけない。良い仕事に恵まれるためには仕事の構造が分かってなきゃいけない。ところが、普通はどうしても構造が見えないとですね、世間で仕事とはこういうもんだとこう言われると、それが頭に入ってしまうということがあるんですね。それで、これはもう極めてですね、そういう人間の心の満足っていうのは、非常に、もちろんですが、日本文化に、こう、沿ってないとダメなんですね。日本文化ですと、例えば人のものを盗んではいけないと。したら、人のものを盗んでもいいよっていう文化の中では、なかなかすれ違いが多いんですね。外国の中では、泥棒してもいいよと、取られる方が悪いんだっていう、本当にそういう文化のところがあるんですよね。ですから、その日本文化の中で考えなきゃいけないというのが一つのポイントなんです。それで仕事ってのは大きく分けて3つあるんですね。一つが、恩返しの仕事っていうものなんですね。仕事の根本は、日本人が考える仕事の根本というのは恩返しなんです。で、これはもちろん昔の日本人は誰でも知ってることなんですが、つまり、どういうことかって、自分がこう生きてるためにはですね、人間っていうのが集団でなくては生きることができないっていう、この原理ですね。これは落語で、昔はご先祖様の写真が仏間に飾ってあったり、いろいろしてですね、学校の教育でもそういう教育でしたから。だから、我々はこの一人で生きてるんじゃないんだっていう意識がもちろんあったんですけども、最近では個人主義がいいようなこと言われて、これはヨーロッパの間違った考えなんですけども、ヨーロッパはヨーロッパなりにそれで文化が溶け込んでるんですけども、日本はそういかないんですね。で、自分はなぜ、これ学生に言うことは、あなたはなぜ一人で生きていないのと。そんな人間関係が難しい。周囲の人が腹立つなら一人で生きたらと。しかし一人で生きることできないんですね。だからで一人で生きるってことが不可能なんです。ということはどういうことかって言ったら、自分が生きることができるっていうのは、お百姓さんがお米を作り、漁師さんが、海の危険を冒して、漁に出る。それぞれありますね。例えば、道路が舗装されてるから、我々は歩きやすいかったり、車に乗りやすい。だけども、それは誰がやるかって言ったら、アスファルトのものすごく汚いやつをドロドロ、道路に流して、それをハケで臭いところを鳴らす人がいる。電車に乗ったって運転手がいなければ走らない。もちろんお父さんお母さんは当然ですね、自分の。というふうに、
自分の身の回りの人が自分が生きるためにものすごくいろんなことをやってくれてる。これの恩返しが最初なんですよ、日本人は。で、これは日本の江戸時代までは非常にはっきりしておりまして、仕事の全般は恩返しをするっていうのに決まってたんですね。大体、まあそういう記述があるものを見ますと、朝方から仕事をして昼前後ぐらいまでが恩返しの仕事なんです。うん、恩返しの仕事っていうのはですね、辛い方がいいんですよ。自分の性格に合ってないとか合ってるとか全然関係ないんです。それは自分が毎日を送る、まあ服を着る、家に住む、暖房を取る、クーラーをつける。もうすべて人がやってくれたことで生きてるわけです。ですから、その分だけはその人たちが苦労した分だけこっちも苦労しないとですね、仕事にならないんですよ。ですから昔よくいろんな仕事で、辛い思いをしてもですね、それは、恩返しなんだから、別にいいよということで、大体午前中は、過ぎるんですね。で、午前中で、まあ、昼食を、まあ、昔は昼食食べなかったりいろいろしてるんですが、昼時期言ったりするんですが、それを取った後はですね、今度は自分の満足のための仕事。うん、職人ですとね、まあ、特に、あれなんですね、桶職人ですと、午前中の桶を作るのは、もうこれ、恩返しですからね。どんなに辛い思いしても、職業として、というか恩返しとしてやるんですよ。それから午後の今度は、桶っていうのは、今度は自分が作りたい桶、満足できる桶を作るっていう、そういう差があるんですね。それですから、普通はですね、今は、今はそれが、こう錯覚するの一つは、定時っていうのがあって、あれは奴隷制の名残なんですけどね。日本は奴隷制がありませんから、奴隷がいませんから、仕事の終わりは決まってないんですよ。一応、侍だけは、途上から下上まであるんですけど、一応、普通のところはないんですね。普通なくて、それで自分の仕事が満足したら終わるんです。ですから、5時に定時っていうのはあれ何かって言ったら、人の時間を奴隷として、資本家が買うっていう、そういう、ことなんで、日本人に馴染まないんですね。ですから、まあ、江戸の職人の言葉で言えば、仕事の最初はガキとカカアの飯のため、これを恩を返すって意味ですけど、それから、仕事の後半は自分の満足をいくためっていうふうに、まあ、よく言われるんですね。で、したがって仕事は3つに分かれております。一つが、まあ、A ランクの仕事。これは、恩を返すってことと、その人が病気になったら困ることをやるっていうことなんですね。これが僕も選挙中でちょっとお話しましたけど、お母さんの仕事が典型なんですね。お母さんが病気すると子供はたちまち困るわけです。もちろんこれ病気したり死んだりとか普通言うんですけど、まあ、病気も死ぬのも同じなんですが、結局その人がいないと一日でも困る。この仕事っていうのはやりがいがある、やりがいじゃなくて、自分の実現とか実現じゃないと関係ないんですよ。要するに自分と他人の関係で自分の存在意義があるという、その存在意義があるというのは恩を返すことと、その恩を返してその桶職人が桶を作ればですね、その桶を使ってやれる人がいる。お母さんがそうですね、ご飯を作って子供のおしめを変えてあげれば、子供はそれで生きていける。ただ、その人たちがいなくなったりすると非常に困る。それが第一級、A 型の、A 級の仕事なんですね。うん、ですから、まあ、日本ではお母さんが非常に優遇されて、お父さんは派遣労働者つって、外に出てお母さんにお金を渡すという、そういう、そのストラクチャー概念の一つとしてあるわけですね。それから一番下等な仕事ですね。C 級の仕事。これが何かっていうと、自己実現の仕事と、お金儲けのための仕事なんです。これがヨーロッパと逆転してるんですね。ヨーロッパと逆転してるのはなぜかって言いますと、日本は一人一人の人生が全部平等なんです。全員が同じ生活をするのが日本人の理想なんです。ヨーロッパは 5% の人が貴族であり、今だったら支配層であり、90% の人がそれに使われる人である。それが理想的な社会であるっていう、理想的な社会の概念が違うんですね。ですから、まあ、ヨーロッパ、中国、中東の場合はですね、お金が儲かること、それから自己実現をすることっていう、まあ、自分中心、
自分一人で生きてんだっていう、まあ、そういう概念になるわけですね。だから、B 級のやつっていうかね、中間があるんです。これがまたなかなか難しいんですが、B 級のやつのは世のため、人のための、ね、なる仕事なんです。これは、直接的にこう、これをやるってんじゃないんだけど、この仕事は世の中のためになりますという仕事が一つですね。それから、もう一つは、芸術、それから文化、それから私のような科学、一部のスポーツ、まあこういったものはですね、それぞれ、それがあることによって社会が少しずつ良くなる。まあ例えば絵を見に行ったら心が洗われるとか、あの音楽聴いたら素晴らしいなと思うとか、それから科学も自然の原理をより理解することによって豊かな生活もしくは非常に心の満足する生活ができるということで、そういった職業はですね、通常はお金を求めなかったんですよ。私が今でもそうですけど、お布施方式ですね。お布施方式というのはそういう仕事なんですね。うん、値が決まっ、職業の、とにかく絵を描くわけです。まあ、たまたまその絵を価格で買ってくれる人がいればいいと。だけども、仕事自体はお金を目指して絵を描くんじゃなくて、たまたま買いに来る人が買ってくれる場合もある。ただ、絵を描くこと自体が人類のために役に立つというか貢献するという意味でですね。ですから3層に分かれておりまして、第1層が、恩返しと、その人がいなくなったら困ること、ということをやる人。まあ簡単に言えば、恩返しの仕事、辛い恩返しの仕事とお母さん。それから B がですね、世の中のためになること。うん、それから芸術みたいに収益を目的にしないものですね。私が著作権を放棄してるのはそれなんですね。うん、私は科学とか文化を発達させるために、人生を送ってるので、まあ、お金をもらわないと生活できないからお布施はもらえますが、この講演はいくらですかと聞いたらそちらのご自由にお願いしますっていうのが一応私がずっと歩いてきた人生でした。それはその科学というのが B に属するからですね。それから C の方は自己実現と金儲けということになります。それで若い人が迷うのはどこで迷うかっていうとこの概念がないんですよ。この概念がないのでむしろ間違っててなんか自己実現したりお金儲けするのが仕事だと思ってる。つまり C 級の仕事を仕事だと思ってるんですね。ですからどうしてもやっぱり日本人とはね、これアメリカ人だったら合うのかもしれませんが、日本人ですとね、満足はできないんですね。なんとなく満足ができない。だから心の豊かさが得られないので、それが不満になるわけですね。人は一人一人その自分の自己実現のための仕事が何かっていうのが分かるっていうのは40ぐらい過ぎないとダメなんです。したがって僕は学生になんていうかと、うん、いいよいいよ。まだ仕事始めたばかりだからね、全部辛くていいんだよと。今のうちに恩を返しとけよと。辛い仕事の方が恩は返せますから、辛い仕事をしといて、恩を返しといて、でそれを返してる間に、まあ、自分が人生で、やるべき仕事を発見するっていうことですね。もうこれはここのところは幸せな時計のところですが、もう一個踏み込んで言いますとね、給料は安い方がいいんです。なんで安い方がいいかっていうと、A の職業があるからなんです。つまり、惜しまれて死ぬ。その人がある仕事をやってて、給料が安いってことは、その人のが世の中に貢献しているよりか、もらう金が少ないもんですから、それに対して世の中の人は、あ、この人がいなければな、あの人はよくやってくれたなっていう中で死んでいくわけですね。ですから、江戸時代よくそういう書物あるんですが、高い給料の方に移らないんですよ、わざと。なんでわざと移らないかっていうと、その時はっきりと書いてありますよ。自分の仕事が今50国だったらば、その50国の仕事のまま70国になると、20国だけ社会に借りができるわけですよ。その借りが積もり積もって、自分が死ぬ時は誰も感謝してくれない。ただ、自分の今の仕事が50国だった場合、もしも40国で仕事をすれば、10国分だけはみんなが感謝してくれる。それがずっと積み重なって死ぬときには、その10国分で、あの人は惜しい人だったなとかね、もうあの人に代わる人はもういないなって、こういうことになって、
大変に幸せな人生を送るということになりますので、この日本的な考え方はですね、僕はなかなかいいと思いまして、特に学生はですね、最初、いい仕事が巡り合わない、もしくは自分がどうしてもこう馴染まない、もしくは自分が実現できないという悩みを持つのが普通なんで、まあそういう方が周りにいたらですね、いや、まず恩返しから行けよと。だから辛い方がいいんだぞと。給料も安い方がいいんだぞと。まあ、こういうことをちょっとアドバイスしていただければと思って今日お話をいたしました。いや、もう、ね、僕がなんかいろいろね、なんか本とか読んで、ね、成功哲学とか、ね、読んで、まあ思考は現実化するとかですね。まあいろいろ、まあ成功法則とか読んだら、まあ先生のおっしゃること全く真逆ですよね。そうですね。で、だからマズローの5段階欲求とかっていうものも、結局、自分のことしか考えてないんですよね。そうですね。そう、だから、そうじゃないんだよと。だから、まず、はい、A 級っていうのが恩返しであり、ね、はい、B 級が世のため、人のためで、はい、C 級の仕事が、自己実現であると。そういうところを、まず忘れないで、はい、で、それをもとにですね、はい、まあ、学生がですね、いろんなその仕事探しとかしていただければ、まず恩返しからだっていうふうに入れば、きっといい人生が歩めるんじゃないかということですかね。ご視聴ありがとうございます。もっと武田先生のお話を聞きたい方へ、武田先生に直接人生相談をしたり、YouTube では公開できないお話を聞ける公式オンラインサロン、幸せ砂時計村で、武田先生や意識の高い仲間たちと幸福な生き方、考え方を身につけ、笑いの絶えない毎日を一緒に過ごしませんか？武田邦彦公式オンラインサロン、幸せ砂時計村、参加受付中。詳細はこちらの QR コード、概要欄をご確認ください。